い、どうも、モルさんです。はい、どうも、ひろきです。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいですね、伸び方が。頑張って今日のために絶対嘘じゃないですか助けを求めに来ました。秋冬に向けてというのをテーマにね、ちょっとやっていこうかなと。刈り上げがね、ここまで来てるんですね。前回ジャジャキクさんでやったような一周刈り上げの形になります。やっていきたいと思います。はい、ではお願いします。お願いします。機材というかカメラとかなんか編集のやつとか結構詳しいじゃないですか。はい。あれは最初は何で学んだというか何で勉強したんですか。二十歳になった時、20年ぐらい前だけど、はい、映像やりたいって言って上京してきて、はい、で助監督っていう仕事やってたんだけど。あ、別のやつやってたんですね。そう助監督。カメラでカチンコ売ってる人、映画とかそういうのを やりたいなと思ってきて、はい、で業界見てなんかちょっと若干違うなっていうのを感じてしまって、速攻で現実がちょっと見えてきてしまった。なんか古いなって思っちゃって、昔ながらだなっていう感じがして。まあそうですね、カチンも結構原始的な手法ではありますよね、うん、当時はニコ生とか全盛期だったのかな。ああ、そう流行ってましたよね、ニコ生。やっぱりもうこれからこっちだろうなっていう。当時はもう本当にジェット大輔さんとかヒカキンさんぐらいしかいないみたいな、 YouTuber とかいう言葉もなくみたいな。そうですよね。動画見てるとたまにこう当時のなんかタイアップ動画的なものがちょっと見受けられて、はいはいはい、これはもう仕事になるんじゃないかなと思って、はい、あ、すごい。そう、着眼点というか、クライアントとか代理店とそのクリエイターの間に入れれば仕事として成立するんじゃないかなっていうところから編集とか機材とか学んで、もう独学だけど。めちゃめちゃ努力家じゃないですか。映像の方はなんかもう普通に YouTuber とか関係なしにそういうディレクターの仕事はされてるんですか。基本的には YouTube がメイン。メイン。あ、そうなん。これからちょっとずつ広げていこうかなっていう。あ、映画監督やってみたいとかないですか。あるね。でもそう食っていけるような仕事じゃないからえ、そうなんですか。そう、意外ともう本当にこう売れた人とかじゃないと。じゃないと。そうなんですね。映画監督の収入って未知数ですよね。全く知らないですもんね、うん、でも歌とかもそうですよね。歌ってる人よりも作詞作曲してる人の方が入りますもんね。入るね。映画もそしたらじゃああれですかね、脚本から作って監督までやってみたいな、だったら結構って感じですか。そうだね、脚本もう大変なんだけどね、俺得意じゃないからなんか原案とかがあるんならいいんだけど。ああ、最近だとなんかあの小説が元になっているとか、はいはいはい、元のなんかがあってそれを料理するっていうのは得意なんだけど。あ、そうなんですね。そう、ゼロ一が苦手で僕今使ってるカメラ結構前のやつなんですよ。古いよね。そうなんです、うん、これ結構古いやつで、当時はすごいいいやつだった。そうですよね、うん、結構使ってる人いましたよね、うん、何かおすすめとかってありますか。俺だったら、はい、パナソニックから出てる GH5 とか。結構 YouTuber の人使ってるやつですよね。使ってるやつ、綺麗に撮りたいっていうところで一眼だし、プラスあれって30分以上撮れる唯一のカメラなんだよね。 あそうなんですか。そう、キヤノンとかソニーとかの一眼買っちゃうとこういう風に長回しができないね。一回止まりますよね。そう、勝手にパン止まられて。そうですよね。おいってなるってGH5 はそれがないって。で、画質もすごい綺麗だし小さいし。いいっすね、全然ありだな。自分で編集してるの。自分で編集してます。お、すごい。自分で編集してますに対してすごいっていうのもまたすごいですけどねえらい今のね、うん、やっぱ YouTube 界は結構代理編集とかも多いですからね。そうね、とかだと海外の YouTuber とかに出たりするから。ああ、そうなんですか。そうやっぱり真似するね。この人どういう風に撮影してんだろうとか編集してんだろうとか。海外の人ってやっぱ発想が結構豊かというか、うん、いいアイデアがねいっぱいありますよね。ウームの社員というか。そう社員として働きつ つ, つ, つ YouTube もやりつつ。やりつつですよね、うん。その YouTube の活動って、働く YouTuber ですね。働く YouTuber 今50万人ぐらいいるって言われてるんですけど、うん、
じゃあその指名をもらって、うん、切るのってやっぱその50万分の1に入らなきゃいけないっていう、そうね、もうほんと競争、うん、そう考えると結構厳しい世界ではありますね。めちゃくちゃ厳しいでしょう、うん、すごいよね。おっしゃん特許で切ってるんだもんな。始めた時普通の大学生でしたもん終わったら後輩連れて飯食いに行くみたいな感じなの。まあたまにっすねいや苦笑いしてる全然連れてってくれねえみたいな。マジ、え、そう週1ぐらいですか。結構連れてっとるやん。素晴らしい、すごい結構連れてっちょっと触ってみてください。おい、良くなったな、嬉しいな。だいぶすっきり、すっきりした。ここが重たくて重たくて、そうですよね、そうそうそう、大変だったな。すっごいすっきりした、すっきり、うん、素晴らしいです。今からパーマをちょっと当てるので、はい、気持ち重めにはなってます。はい、パーマがかかりました、はい、で今からスタイリングをするんですけど、スタイリングの動画はひろきさんの方でダイジェストとともにお送りするので、そちらを見てください。はい、よろしくお願いします。それではビフォーアフターへどうぞ。はい、というわけで、はい、今回はひろきさんの髪を秋冬に向けた髪型ということでね、はい、3ウェイでできるよっていうのをね、ちょっとスタイリングでこうやってきたんですけど、最後ね、あのお揃いみたいな感じになっちゃったんですけど朝がすごい楽そう、ちょっと濡らしてタオルで沸かしてビビッといけちゃう、はい、あ、そうです、うん、もうチャチャチャでいけるんで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今回ね、すごいこんな素敵に仕上げてもらったんでね、皆さんもぜひ、オシャン東京来てみてください。お願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。